フニュペロセラ、フーニパーセラ、セラの母語である、カタルーニャ語では、ジュニーパーセラ、フラジュニーパーセラ、1713年11月24日から1784年8月28日は、スペインのフランシスコ海修道士であり、アルタカリフォルニアで一連の伝道書を作った、コンキスタドール。1988年9月25日に、ローマ教皇、 ヨハネ・パウロ2世によって、劣腹を受けた。カリフォルニアのインディアンに対して行った残虐行為と、その残忍性から、作家のジョージ・モンビオットは、セラを、カリフォルニアのアドルフ・アイ・ヒマンと呼んでいる。ハバナのアッシジのフランチェスコ広場に立つフニペロセラの、ゾウセラは、スペインのマヨルカ島ペトラで、ミケル・ホセプ、セライ・フェレールとして生まれた。後にやはり、フランシスコ界のもので、 アッシジの聖フランシスコの崇拝者である聖、フニュペルにちなんでフニペロという名前を採用した。1730年9月14日、小崎、兄弟会に入会した。学業の成績が良かったので、司祭職に除外される前に、哲学の読士に指名された。後にパルマデマヨルカにあるルーリアン大学から、進学の博士号を授けられた。ここでは、 哲学のドゥンス・スコティスの地位を占め、その後1749年にサンフェルナンドでメヒコカレッジの殿堂団に加わった。この年セラは北アメリカに旅し、はじめはメキシコシティに行ってそこで教えた。ベラクルスから首都に向かう時にロバの背に乗っていたが、この時足を負傷して生涯後遺症を残すことになった。 それでもセラはできる限り徒歩で旅を続けた。セラはサンティアゴでケレタロの北90マイルにあるケレタロ州シエラ、ゴルダのフランシスコ海伝道諸軍への転籍を希望し、そこで約9年間を過ごした。この期間、伝道士の上位にある者として務め、パメ族インディアンの言葉を学び、公共用理を彼らの言葉に訳した。セラは、 メキシコシティに呼び戻され、伝道師の中でも、最も熱心で、効果的な説教師として、有名になった。その熱心さによって、人々を改修させるために、特別な手段、例えば説教団にいる時に、石で、自分の胸を叩いたり、自分を鞭打ったり、あるいは裸の胸に、火のついた松明を当てたり、を使うことになった。セラは9カ所の伝道所を建てた。 1768年、セラは、バハカリフォルニアのインディアン伝道のために選ばれた15人の、フランシスコ会の者の,の上級者に指名された。スペイン国王カルロス3世が1768年2月3日に、ヌエバエスパーニャから、イエズスカイ道団の追放を命じた後、フランシスコ会が、バハカリフォルニア半島の伝道管理を、肩代わりすることになった。セラは、 ファーザープレジデンテになった。1768年3月12日、セラは太平洋岸のサンブラス港から船に乗ってカリフォルニアに向かった。1769年早く、ガスパーデ・ポルトローラ総督と共に、そのアルタカリフォルニア遠征に同行した。 その途中の5月14日にベリカタのサンフェルナンド、レーデ・エスパーニャ電動所を建てた。このタイが7月1日にサンディエゴに到着した時、カリフォルニアの21の電動所では、最初のものであるサンディエゴであるから電動所を始めるために後に残った。セラは1770年に、現在のモントレーとなる地域に移動し、サンカルロス・ボロメオ・デカルメロ電動所を設立した。 セラは、アルタカリフォルニアの、ファーザープレジデンテとして、そこに泊まった。1771年、電動書をカルメルに移して、カルメル電動書となり、本部として機能した。セラの統率のもとに、サン・アントニオ・デ・パドア、サン・ガブリエル・アルカンジェル、サン・ルイ・オビスポ・デ・トロサ、サン・フアン・カピストラーの、サン・フランシスコ・デ・アシス、サンタ・クララ・デ・アシス及びサン・ブエナ・ベンチュラの核。 伝道所を設立した。1782年4月21日にサンタバーバラプレシディオを作った時もいたが、フェリペデネベ総督の敵意のために、そこに伝道所を建てることはできなかった。セラはカリフォルニアでの伝道をイエズス会のやり方に習った。武装したスペイン軍隊と共に、セラはインディアンたちの平和な村々を襲い、州長や、 呪い死を異端者として真っ先に捕らえ、拷問を加えて脅迫し、火破りにして、これを殺した。大人も子供も構わず、インディアンたちを動物のように捕まえ、柵の中に追い込み、死にたくなければ、カトリック教徒に入信するようにとインディアンたちを脅迫し、逆らう、者たちを殺した。フランシスコ会の記録者、フランシスコ・パロー神父の報告では、 セラが指導したフランシスコ会氏の支配による最初の3年の間、インディアンたちの大人と子供が76人が洗礼を受けさせられ、これを拒否した131人が殺されて埋められた。同時期にフランシスコ会がインディアンに対して行ったよそでのミッション状況は以下の通りである。サンノゼデルカボでのミッションやサンチャゴデラコラスでのミッションについては、 あまりにも生き残ったインディアンが少なすぎて、報告書は残されておらず、パローはただ、ほとんど全員が、梅毒にかかったとだけ書き記している。1602年に、カリフォルニアに上陸したセバスティアン・ウィスカイノを歓迎し、解決病に苦しむ、乗組員を助け、親切にもてなしたインディアンたちは、スペイン人が持ち込んだインフルエンザ、ジフテリア、マシン、肺炎、百日石、 天然痘、マラリア、超チ,チフス、コレラ、結核、赤痢、梅毒、日常的な、スペイン人に移民の暴力によって、ここまででその数を2万人弱まで減らしていた。セラが引き継いだキリスト教伝道は、インディアンの減少を、さらに加速させた。セラが率いるフランシスコ会による、カリフォルニア支配が始まって3年の間に、 カリフォルニアのインディアンの3分の1から4分の1が死んだ。イエズスカイ氏が初期のミッションを担当した数十年間にどれだけのインディアンが死んだかは今となってはわからない。イエズスカイは殺したインディアンの数を必要な種として記録していないからである。パローはこう書き残している。それがこの調子で続くならそう長くない間に 懐かしきカリフォルニアは終わりを告げるだろう。フランシスコ海の伝道書のインディアンたちの数は、最初の3年間の壊滅的な虐殺の実行から、次の10年までと、さらに19世紀末から着実に増加したが、これはそれだけ伝道書に捉えられたインディアンの数に、比例していた。セラによる暴力支配の下で、半世紀未満で、インディアンの新生児の年次死亡者は、定期的に、 出生者数の2倍となって、これを超えた。この死亡率はどんな規模の人口であっても、完全絶滅を意味する数字である。伝道書の子供たちの死亡率は、さらに悪かった。セラによる、強制洗礼制度導入後の幼児死亡率は、1000人、あたり140から170人で、これは、出生率の3から4倍であり、 その後の3年間でこれは1000人あたり220人、265人、335人と増加した。つまり伝道書に拉致監禁されたあらゆる部族のインディアンの子供たちのうちが6人中1人、数年後には3人中1人は必ず死んだのである。これらの数字は1930年代後期の資料を元にしているが、近年、 18から19世紀にかけて、サンタバーバラ、ラプリシマ、サンタ、イネスの伝道書の支配下に置かれた1万1000人以上のチュマ種族属インディアンからのデータをもとにした分析が行われている。このレポートによると、伝道書でのチュマ種族の2歳未満の子供たちのうちの36%が伝道書で死んでいる。この子供たちのほとんどは生後12ヶ月未満だった。 3分の2の子供たちが5歳に達する前に死んだ。4分の3の子供たちが思春期に達する前に死んだ。同時に、女性の受胎率が着実に加工する中、若い成人女性の死亡はほぼ2人中1人と、男性を上回った。8つの異なるフランシスコ海士伝道書の14000人のミッションインディアンにおいても、同様の報告が行われている。セラは、 洗礼させた、カフイラ族、セラーノ族、チェメフエビ族、ルイセノ族、クメヤーアイ族、キュペノ族など、言語の違う、多数のインディアンたちをひとまとめにし、伝道書へ、ラチ連行し、ミッションインディアンとして奴隷化した。フランシスコ会のミッションは、洗礼するインディアンの数を維持するために、 殺したインディアンたちの膨大な数を補って、ますます多くのインディアンたちを電動エリアに追い込み、伝道書はさながらインディアンの人口レベルを保つための死のルツボと化した。これはカリフォルニアの至るところで見られたパターンだった。そしてこの死の殿堂は南西部一帯にも及んでいった。例えば初期のアリゾナミッションでの一つの調査では、 現地のインディアンの子供たちの93%が10歳に達する前に死んだという驚異的な統計を示している。しかし、外から補充するという方法により、ミッションインディアン自体の総人口は徹底的に維持されたのである。ミッションインディアンは様々な方法で死んでいった。最も一般的なものはスペイン人が持ち込んだ薬病だった。 電動書の取り出の狭苦しい環境と栄養失調は薬病を伸びのように広がらせ、電動書の中でこの原因により4分の1が死んでいった。電動書でミッションインディアンにあてがわれた生活空間は独身の捕虜一人につき約2メートル60センチメートルしかなく、夜になると男女に分けられた談話室に閉じ込められ施錠された。 この部屋にある地面に直接掘られた穴が彼らのための便所だった。これはアフリカからの黒人奴隷の運搬船での状況よりは少しマシな待遇だった。既婚のインディアンや彼らの子供の待遇についてはバシーリー・ゴロブニーンが1818 18年にこう報告している。私は長い列構造からなる幅2メートル以下のこれらの住居で 楽しみごとがあるとはとても考えられません。おのおの分割された個室の床から天井まで3メートルから4メートルまでしかなく、向かい合った小さな扉と小さな窓があるだけです。これを牛小屋だとか鳥小屋と呼んで何か差し支えがあるでしょうか。これらの小さな棒がそれぞれ家族全員によって占められているのです。清潔だとか、整頓といったことは問題外です。 質素な百姓でさえ、普通はもっと快適な牛小屋を持っているものです。このような状況下で、スペイン人が持ち込んだ薬病は、野放しだった。梅毒、結核、マシン、天然痘超チフス、インフルエンザの流行が、すべてのインディアンたちを襲った。ゴローニンが、驚異的で、ヨーロッパでは聞いたことがないと記した、ミッションインディアンに強制されたプランテーションでの、 労働では、その農作物の収穫工や、家畜牛の大群、簡単に手に入る、海産物の恩恵にかかわらず、インディアンたちを栄養失調で苦しめた。ご老人によると、伝道書のミッションインディアンに与えられる食物は、以下のようなものだった。トウモロコシ、豆とエンドウと、大麦から作られる一種の薄いカユのみが彼らに、与えられる食べ物だった。時折、彼らは、 わずかな牛肉を与えられたが、飢えたインディアンたちは魚を捕まえるより他なかった。シャーバーンクックの分析によれば、平均して、プランテーションで働かされている、ミッションインディアンのカロリー摂取量は、1日およそ1400カロリーだった。サン・アントニオやサン・ミゲルのような伝道所では、1日あたり715、または865カロリーの低さとなった。 別に例をとると、19世紀のアフリカ黒人奴隷のカロリー摂取量で最高予想値は、1日につき4000カロリー以上で、成人の男性の応援奴隷の摂取量は1日ほぼ5400カロリーである。これは、現代の標準では、高く見えるが、農業労働者に要求されるカロリー値としては、過剰ではない。この黒人奴隷のカロリー予想値の作成者は、 単に人が奴隷のように働くのを可能にするため必要なエネルギーは最低1日あたり4206カロリー必要であるとしている。セラのもとで奴隷労働をさせられたミッションインディアンたちは同時期のミシシッピ州、アラバマ州、またはジョージア州の平均的な黒人奴隷に与えられたカロリー摂取量の半分以下しか許されなかった。 伝道書の軍司令官ですら、インディアンたちの食物が甚だしく不十分であると認め、彼らの労働が非常に過熱であり、それが朝から晩まで続くこと、そして彼らの労働の困難さを報告している。カロリー摂取量は十分な食事条件の一つに過ぎず、もう一つの問題として栄養価の問題があった。セラがミッションインディアンたちに敷いた。 食事内容には、ビタミン A と C、さらに高品質のタンパク質とリボフラビンが深刻に不足していた。結果として、生じるひどい栄養失調は、不潔で窮屈な生活環境の中で、彼らを感染症に一層かかりやすくしたのである。カリフォルニアのミッションインディアンたちの骨学上の分析によれば、彼らの骨格は白人による侵略以前のそれよりも、 かなり小さくなり、急激に、質的効果を描いている。他地域のそれと比較して、ことにミッションインディアンにおいては、それが顕著だった。発達成長の遅れは、セラによる、ミッションでの食事の栄養的な不足、または劣悪な食事と伝染病の複合影響に、起因していた。伝道書による、プランテーション以外では、ミッションインディアンたちは、スペイン軍の野営地で、 強制労働を課せられた一人のフランス人が19世紀前半に伝道書や軍での生活を調べた後に、宣教師たちとインディアンたちの関係についてこう述べている。これは名義上異なっているだけの奴隷所有者と奴隷だ。捕虜となった密ョンインディアンたちは牢獄のような伝道書で性行為を控えるようになった。 これに対しスペイン人聖職者たちは子作りを強要した。それでも拒んだインディアンの男女については聖職器を強制検査した。それでも拒んだあるインディアン女性は50回も無知に打たれ子供と思うようにと木製の人形を無理やり抱かされた。式が来たと悟ったインディアンは兵士たちによって服従と沈黙を強めるために 無で撃たれながら礼拝堂まで連行され、ミサに出席することを強要される。彼らは抵抗した場合に備え、銃剣を持った兵士によって囲まれるが、この兵士たちは日常的にインディアン女性を強姦している、禁欲的な聖職者たちである。深海収者が集まるのに遅れたら、大きな皮紐の重い鞭が彼らの裸の背中に打ち込まれた。 セラはカリフォルニアでもメキシコで行ったのと同様にサンフアンキャピストラーノでの儀式などで石で自分の胸を叩いたり自分を鞭打ったりあるいは裸の胸に火のをついたろうそくや燃えた炭を当てたりしたセラの振る舞いに捕虜となったインディアンたちの中には恐怖で逃げ出す者も,もいたまた電動の旅の途上で植えたインディアンの捕虜たちが 食料を失敬することもあった。セラは、こういったインディアンの振る舞いに怒り狂った。セラは、インディアン奴隷たちを即座に、公主刑にしようと行きまき、これを抑えるのに苦労した、パロー神父はこう述べている。セラ閣下は、激怒しました。彼は、こんな人種には、報いが必要だ。と、ナイフを掴んで叫びました。 セラの下で奴隷化されたミッションインディアンにも軍の監視付きだがわずかな間の里帰りが許されていた。ある外国人訪問者がこう書き残している。この本の短期間は彼らという存在の最も幸せな時間です。私は彼らが大きな歓声を上げながら大勢で故郷に帰っていくのを見ました。旅に出られない病人たちは 少なくとも彼らの幸せな同国人が船に乗り込む海岸まで一緒に行って彼らの村のある遠い山の頂上を見つめて何日も悲しみに暮れながら一緒にそこに座っています。何も食べず彼らは数日間ずっとこのままでいます。そして彼らの失われた家々の光景がこの新しいキリスト教徒たちに強く影響を及ぼします。気境許可に乗じて この中の何人かは逃げ出すでしょう。兵士の脅しもそれを止められませんでした。セラの下から逃げ出したインディアンたちが捕らえられると、彼らは重い丸太と鉄の手枷に縛り付けられ、百回の鞭打ちを受けた。子供であっても容赦はされなかった。普段でもちょっとした罪で、宣教師たちはインディアンに鞭打ちを十五回加えた。ある旅行者はこう書き記している。 彼らは全員、木側のロープで縛られました。何人かは、傷から出血していました。そして、何人かの子供たちは、彼らの母と一緒に縛り付けられていました。逃亡した男の何人か棒に結び付けられて繋がれ、川の鞭で撃たれた。一人の州長は野原へ連れ出され、ちょうど死んだばかりのまだ暖かい子牛の腹を裂いた中に、縫い込まれました。 彼は一日中ぐに縛り付けて置かれました。彼はすぐに死にましたが、彼らは彼の死体をそのまま放っておきました。アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに収められているセラの銅像1773年、軍指揮官、ペドロ・ファンェストの問題があって、セラは、副王アントニオ・マリアでブカレリー・ウルスワと、ヌエバ・カリフォルニア総督からファンェスを外す交渉を、 行うためにメキシコシティに行くことを強いられた。メキシコの首都ではブカレリ副王の命によってセラは32項からなるレプレゼンタシオンを書き上げた。ブカレリはファヘスを告発した32項目のうち30項目を取り上げ1774年にファヘスを解任しセラはカリフォルニアに戻って 再びインディアンに対する残虐行為に従事した。1778年、セラはカリフォルニアにおける忠誠について、献身霊の秘跡を管理する特免を与えられた。その特権を1年間行使した後、フェリペデネベ総督が、ローマ教皇の声明を提示できるまでは、秘籍の管理を停止するよう指示した。セラは2年間近くその特権を止められていたが、マホルガフクオが、 セラ神父にはその権利があるとする指示を出した。セラの人生で、残りの3年間、サンディエゴからサンフラニシスコまでの伝道所を訪れて、歩いた距離は600マイルを超え、洗礼を受けた者の検診礼を行っていった。セラは、不自由な足と胸の病にひどく苦しんだが、治療をしようとはしなかった。セラは千三百九人の献身令を行ったが、その者たちは、 少数の例外を除いて1770年から14年間に強制回収させられたインディアンだった。インディアンたちがセラの献身霊に逆らえば即座にスペイン軍によって殺された。1784年8月28日、フニュペロセラ神父はサンカルロスボロメオ伝道所で70年の人生を閉じた。 セラはその祭壇のもとに埋葬されている。カリフォルニア州は1931年、アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに、セラの銅像を寄贈した。セラと同じフランシスコ会の司祭であり、作家であるアングルベール・オマールは、その著書であるセラの伝記で、セラ神父を南北アメリカで、 数百万人のインディアン民族を大量虐殺した一連のスペイン人による征服行為の歴史の中の最後のコンキスタドールと称している。1769年にフランシスコ海のミッションが設立されてから1845年までにカリフォルニアのインディアンの人口は4分の1まで減少した。セラが敷いたカリフォルニアのインディアンたちの奴隷化は アメリカ合衆国によって受け継がれ、インディアンの少年少女が好んで売買された。ニューオーリンズの面中会人は、カリフォルニアのインディアンについて、スペイン人は、南部の黒人と同じくらい従順で控えめな奴隷に、仕立て上げたと書き、1846年にある、白人牧場主は、カリフォルニアのインディアンたちが、黒人よりも、より減り下って募打たれることを挙げ、彼らは、 奴隷として告示によりさらに使い良いと述べている。1980年代になって、ローマ教会はこのセラ神父を、聖人に加える予定であると発表した。これに猛反発したのは、セラによる虐殺を生き延びた、カリフォルニアのインディアンたちだった。その中の一人である、ルパート・コストは、1987年に妻と共に、ザ・ミッションズ・オブ・カリフォルニア、 エイレガシーオブジェのサイドを発表。セラの残虐行為の詳細を丹念な分析で追った。この書籍は、ローマ教会を慌てさせた。結果、ローマ教会は、翌年にセラを、劣腹はしたが、成人への劣勢は長い間見送られたままだった。ローマ教皇フランシスコが初めて、 アメリカ合衆国を訪問した時の2015年9月23日、フニュペロセラを劣勢に加えた。ありがとうございます。